前回までのあらすじ前編。桜ゲーモン、あ、そっか、桜ゲーモンはアナザーディメンジョンスイッチの影響で異次元に飛ばされたままだった。あ、そういえば桜ゲーモンが前に言ってたな。僕に何かあった時はベッドの下のアハーンな本の近くに隠してあるスイッチを押してね。スイッチスイッチ、あ、これか、ポチッとね。あれあれ、何も起こらないな。あれ、あ、そういえばこのスイッチはとても恥ずかしいセリフを言いながら押さないと起動しないんだ。マジか、お、マジか、やりますやります、はいはい、よし、やるか。大好きって言わなきゃ愛しちゃうよ。あれ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 、何も起こんない。はめられた。後編に続く。野呂翔也の放課後悩ましいラジオ。はい、皆さんこんばんは。野呂翔也の放課後悩ましいラジオ、パーソナリティの野呂翔也です。私野呂翔也がやりたいことをやりたいようにお送りする番組、それが野呂翔也の放課後悩ましいラジオ第9回、花のぼっち飯、始まりました。はい。ちなみにこの番組は30分番組プラス15分のエクストラ番組の計45分の番組です。30分番組の方は無料でどなたでも見ることができます。エクストラ番組の方は有料システムになっておりますので、有料会員のみ視聴可能となっております。あれ、ここで業務連絡です。はい、はい、本日の放送は野呂翔也の成長を皆様にお見せするため一人喋りでお送りします。私や作家さんはニヤニヤしながら進行を見守りたいと思いますので、翔也頑張って。あ、あ、え、一人喋り、え、自分が一人で喋る会ですか今回、マジかって。え、ど、え、作家さんたちはどこに、え、そんなバイバイって、え、一人で喋るんですか。まあ確かに今までな、一人喋り会ってなかったですよね、よく考えたら。一人喋りするのがマジか。じゃあまあ頑張りたいと思います。はい、それではこれからの時間もお付き合いください。では CM の後まだまだ続きますよ。